よっしゃ、来たティップランサビキ。こんなん回りないよね。持ってる男と持ってない男のこの差をね、ご覧になってください。いただくということで、お、最後持ってる男がやってました。エビゾウシャープノーズでダートアクションを演出、潮の変化を伝えてくれる程よい引き心地、抜群の刺さり、フットコートの日本製感な採用、エビゾウ by メジャークラフト。はい、おはようございます。メジャークラフトの広瀬マンです。今回は佐賀県の、ね、唐津を出戦してティップランエギングを楽しみたいなと思います。で、まあ一般的な、ね、ほかっぱりのエギングと違ってティップランならではの、ね、攻め方っていうのがあるので、そのあたりも、ね、解説していきたいなと思います。どれぐらいのサイズになってるんでしょうね。楽しみで、早く行きたいなと思いますので、早速行ってみたいなと思います。頑張ります。今回お世話になるのはウインガーさん、園田船長、よろしくお願いします。お願いします。ウインガーさん、はい、最初のポイントに到着しました。まあ、港出てだいたい30分ぐらい走ってきたところですね。でスタートタックル、フルソリですね。フルソリの S60 の L、 ちょっと柔らかい方ですね。でバリスティックの3000番に弾丸ブレードのエギングスペシャル、これの 0.5 号ですね。でその先についてるリーダーが弾丸フロロの、エギングスペシャルの3号ですね。でこれですね、エギゾーですね。まあ本来のおかっぱりで使うエギなんですけれども、こうやってね進化を後付けすることによってティップラン仕様にもできますんで、おかっぱりで使うもよし、ティップランで使うもよしですね。ぜひエギゾーでティップラン楽しんでください。トム取ってしゃくってピタッと止める。でこの止めてテンションをかけた状態で当たりを取る、これがティップランの基本ですね。必ずボトムが取れる重さのウェイトでやる必要があります。まあ止めてね、だいたいすぐに当たることが多いですね。はい、私、今回使用しているのがソルパラの、ティップランモデルですね。 SPXJ の、S682ML のティップランモデルになります。で、エギですね、エギゾーの 3.5 号、ちょっと濁りがあるんで、濁りに効くちょっとオレンジでやってみたいと思います。で一つちょっと必殺ですけども、ベイトがいるということで、そのベイトを確かめるためにジグパラのサビキですね、これは一辺間に挟んでますので、イカを狙いつつベイトは何かというのをちょっと確かめてみたいなと思います。まあ、使い方ですけども、ティップランと同じですね。着底位置したのを確認してもらってから、まあ、2回3回しゃくってピタッと止めてやる。でティップに当たりがなければ再度2、3回で止めてやる。でここで当たりがあったら、魚の当たりなのか、こうふっと抜けるイカの当たりなんかが出れば即合わせでなるんですけど、今はちょっとまだ当たりがないんで、これをまた落として、これの繰り返しですね、基本的には。でやっぱりティップランで大事なのは、どれだけしゃくり上げた後にエギをピタッと止めれるかが一番大事ですね。当たった、当たった、当たりました。うん、イカや、イカパンチはありましたね。イカパンチ
あ、船長ヒット。さすがやね。さすが船長、凄腕船長であり凄腕アングラーでもある。おるな、イカは。船長ヒットしましたね。しましたね。いい当たりですよ。どんな感じでした？見てましたけれども、どんな当たりでした？ポンってポンと入るような当たり。はい、まあ、アベレージぐらいですか？ですね、うん、まあまあ、オスですね。オスの、はい、アベレージサイズ。まあ、もっと大きいのも狙えますね。ですね。はい、エギは何ですか？エギはエギゾウですね。エギゾウの 3.5 号ゴールドオレンジ。ゴールドオレンジで、シンカーが 20g つけてティップラン仕様ですね。さすが船長、やりますね。ありがとうございます。はい、これでいるっていうのは分かりました。ウィンガーのね、園田船長はイカと対話ができる船長ですからね。イカの気持ちを人一倍よく理解できる船長なので頼もしいですね。船長のアドバイスもあってちょっとチェンジしてみますね。派手系のオレンジ系でやってみます。エギゾウの3号に、シンカーが 25g という組み合わせですね。で、水深が 20m。 触った。よっしゃ、来た。今ね、クロスコース採用3代目クロスステージ復活。トリプルクロス、四軸カーボン搭載、強烈なファイトも主導権を与えないジャイアントキリング by メジャークラフト。よっしゃ、来た。今ね、一回前当たりあって、その後ですね、チョンって触った後追わせて、次のピタッと止めたところで当たりを取る。しっかりと前当たりまで感じ取れるのがやっぱりフルソリの繊細なティップを持つモデルならではですね。とね、船長のアドバイス受けてエギのカラーを変えたのが良かったかな。ちょっとね、地味めのカラーからちょっとね、今日塩の濁りも入ってるん で船長がね、やっぱりちょっと派手めなやつの方がいいんじゃないかっていうので交換したら一発できました。で、まあ、小さな前当たりがあって、その後のステイで当たりを取るっていうような感じでしたね。これはどっちかっていうと、そのポンと戻る感じとかグンと入る当たりっていうよりか、ブルブルっと震えるような感じの当たりでしたね。まあ、そういう小さな当たりも感じ取れるっていうのがこのフルソリのティップですね。60の L、 ちょっと柔らかめの方ですね。で、シンカーもね、 30g から 25g、 ちょっと軽めのものに変えたので、やっぱりそのある程度ね、その地味めのカラー、派手めのカラー、そのあたりでローテーションでぜひ狙っていってください。こう、園田さんも釣って、広瀬さんも釣ったら焦ってくるじゃないですか。そうね、こっちで釣って、向こうで釣って、真ん中だけが取り残される。なんか釣りのあるあるやなと思って。釣りあるあるやな、うん、当たった？どうだろうな、分からん。まあでも怪しいのはね、もう全て合わせていかないと、合わせないとかからない。ティップランの場合はやっぱり勝手に釣れるっていうことはほとんどないんで、怪しいのは全てかけていく。うん、お、来た。来ましたね。お、イカ？魚？イカですね。イカ？おお。嬉しい。やったね。コウイカ。コウイカか。か。危険。炭爆弾やな。あんまりね、コウイカ釣れた時にね、こう揺らさん方がいい。刺激を与えると炭爆弾が炭を吐くんで。お、来た、ダブルヒット。よっしゃ、ちょっと待っててよ。はい、なんか引きが変やぞ。お、いや、アラカブ、アコ、アコだ、アコ。おー、やったー、意外なゲスト。うーん、
これティップランサビキで釣れてほしい魚だけどな。なぜかエギで釣れちゃうという。はい、イカも魚も釣れちゃいますね。まあカンナがね、まあ、非常に鋭いカンナ使ってるんで、日本製のマットのね、艶消しのフストコートしてあるので、まあ魚がかかってきてもしっかりフッキングしますけれども、やっぱりイカをねゲットしましょう。はい、はい、ダブルヒット。釣り時。はい、ティップランエギングのタックルなんですけれども、こちらのトリプルクロスですね。トリプルクロスのティップランモデル TCX-S682L スラッシュ TE。まあ硬さはね、いろいろあります。これ一番柔らかい L なんですけれども、硬さのね使い分けとしては、まあ重ためのエギ使うんだったらやっぱり硬いモデルが必要になりますし、柔らかいモデルだったらやっぱり軽めのものがマッチします。で、まあビギナーの方にはもうぴったりおすすめなのがこちらソルパラですね。ソルパラも、硬さ的に L、ML、M とね3つのタイプがあります。で、まあソルパラもね、非常によく作り込まれてます。でこの先もこの視認性のいいねフェイントしてあるので、まあ、ティップランはねやっぱりこういうちょっとね負荷をかけた状態で当たりを取るっていう釣りなんで、やっぱりこのティップの視認性の良さっていうのはすごく大事ですね。まあ、こうやってかけた状態でクッて入る当たりもあれば、このかけティップがポンって抜ける当たりもあります。でまあ割と多いのがこうもぞもぞもぞってしたね当たりなんですけれども、まあいずれもねイカのシグナルですんで、まあ当たったらもう即掛けするっていうような感じの釣りになりますね。まあ、ビギナーの人にぴったりのソルパラでステップアップしたいっていう人にはこのトリプルクロスなんですけれども、今回もう一つね、フルソリというね新しいシリーズもラインナップしてます。でフルソリこれ2代目なんですけれども、前回のフルソリはねここがティップランモデルはもうイエローでした。ド派手な感じでしたけれども、今回はマットなブラックでちょっとねテーマ的に大人のフルソリというような感じになってます。で前回よりも、軽量化されてて、さらに感度も上がってます。でこれプロトモデルサンプルなんで、全部こうカラーリングマットブラックなんですけれども、製品版はここがソルパラと同じような感じのこういう感じでティップはちゃんと見やすくなってます。でフルソリも、これ L と ML と2つタイプがあります。で同じく使い分けとしては、 L はこれマックスで 50g ですね。で ML がマックスで 70g、 ディープをやるときだったら ML、 シャローをやるときだったら L、 そんな感じの使い分けでいいと思います。フルソリ、まあこれティップランモデルあるんですけども、タイラバモデル、ライトジギングモデルとね3つのカテゴリーがありますけれども、まあいずれもね、クールなデザインになってますんで、前回のねフルソリと違ってちょっと大人のフルソリ、これをねぜひ楽しんでほしいなと思います。カラーちょっと変更します。オマールのテープが虹テープから赤テープに変えてますんで、ちょっとこれでシルエットがくっきり出るタイプになるので、これでちょっと試してみたいと思います。まあ、カラーローテーションも大事よね。そうですね、はいはい。まあ、エギのカラー選びも人それぞれ結構ね個性が出るんで、まあでもそのあたりはウィンガーの船長の園田船長に相談してみると、なかなかいいアドバイスをもらえるかもしれないですね。お船長ヒット。まあこの園田船長はね、凄腕の船頭でもあり、凄腕のエギンガーでもあり、凄腕のエギビルダーでもある、まあ、いわゆるイカのエキスパートなんで、ぜひね皆さんウィンガーさん遊びに来た時はいろいろ船長にね質問してみてください。どういう動かしがいいとか、どういうカラーがいいとかね、この辺りやりましたね船長。結構それ本日のヒットカラーかもしれないですね。マッチしてますね。この濁りには強いですね。強いですね。どんな当たりでした？これも抑え込むような当たりです。抑え込むようなプーンというような当たり、イカ独特の当たりです。いいですね。はい、おめでとうございます。トモさん、イカと会話が対話ができるって聞きましたけれども、って言われてますね。そのイカはなんて喋ってます今？一番うまそうって言ってます。一番うまそうやっぱカラーが一番うまそうだったんですね。イカと対話ができる男、イカならやっぱり
ウィンガーさん間違いないですね。今もね船長がヒットして、普通はねそういうタイミングでパタパタと周りも釣れるんですよ。そのイカの突き場に入ったっていう合図でもあるし、一杯釣れるとねその周りにいるイカもスイッチが入って捕食のね捕食モードにこうスイッチが入るんですけど、きたよっしゃテンション抜けましたね。でこれもずっとテンションかけ続けた状態でフィンにねポンピングしたり強引なやり取りせずにずっとテンションをかけた状態で上げてくる。イカがねちょっと引くときだけジリッと出るような感じですかね。ドラムダン、はい、ありがとうございます。これはですねティップがまあ曲がっている状態からテンションがポンと抜けて軽くなったんですね。まあまあ、あのいずれのあたりもイカのパンチなんで。お、来た、ダブルヒット。お、さあ柴田さんヒット、どっち、イカ魚ん、イカです。イカ、おーおー、煽り煽り、はい、ダブルヒット。まあいっぱい釣れたらねやっぱりこうやって群れになってるケースが多いんで、まあ、このちょうどこのサイズの群れだったんでしょうね。だからまあ最初に僕が釣れて、でその後きっとね捕食のスイッチが入ったんだと思いますね。で僕のがこれが味系のオレンジで、これ金テープかな。でこっちが私はねあのオマール系ですね。赤テープ、そうですね、赤テープのオマール、ね、うん、まあいろんなカラーをぜひねローテーションさせて楽しんでみてください。僕がエギゾーの3号、私が 3.5号、まあまあこれからの時期 3.5 がメインになってくるかもしれないですね。柴田さんはティップランサビキですけれども、ここはこうお助けリグですね。下に重たいあのティップラン仕様のエギで、上に普通のエギゾーの 2.5、まあ、ドロッパーですね。上につけるのはドロッパー、まあ、イカメタルなんかではねこの2点式が一般的ですけれども、ティップランでもねこの2点式は役に立ちます。サビキで見たいね何か魚が釣れるところが。お、来た。さあどっちだろうか、お助け上かな下かな。おお、いいサイズかなこれ。おお、おお、今日一サイズ来たね、グッサイズ。もうねぜひぜひお助けリグにねじゃんじゃん助けてもらってください。はい、おー、ありがとうございます。すごいね炭の量が。ナイスサイズ出た。いやー、いいサイズですね。もうここまで大きくなってますね。まあでもねちょうどオンエアになる頃はこれぐらいがアベレージになっていると思いますんで、ぜひね皆さんティップランで数釣りもでサイズ狙いも両方楽しんでください。でこれお助けリグの下の方でしたね。結構ね上の方ばっかり当たることもあるんで、まあ、あのイカメタル用のねこれ仕掛けゼロハリスタイプなんですけれども、お助けリグでぜひ助けられてください。釣り時、はい、今回の使用エギなんですけれども、これエギゾーですね。でまあ本来ねあのおかっぱりで、使用するエギなんですけれども、こうやってシンカーを頭に装着して、ティップラン仕様にして使うこともできます。で、まあ、あのエギゾー 2.5、3、3.5 とね、3つのタイプがあるんですけれども、これからの時期だったら、まあ、3、3.5 の出番だと思います。もう一つね、あのお助けリグっていうね、リグもあります。それはね、まあ、この上にね、もう一つ普通のエギゾーをつけて使うタイプなんですけれども、それはあのゼロハリスタイプ、イカメタルリーダーのね、それでやってもらうといいと思います。でまあ、このシンカーもね、重さいくつか用意しておいてもらうといろんな水深に対応できると思いますんで、まあ、こういうおかっぱり用の普通のエギをティップライン仕様に、アレンジしてぜひ使ってみてください。誘導式タイラバの決定版タイのみ、低重心ヘッドで素早くホール、ネクタイのみで勝負の低活性対策、ショートバイトも乗せてしまう早掛けセッティング、タイのみならず何でもござれの万能タイラバタイのみ by メジャークラフト。
ちょっと移動してきましたね。ここは数釣りというよりかは片狙いですね。当たった。当たったよ。よっしゃー、追い食いしたね。サイズアップはしないけど、まあでもいい当たりでしたね。一回前当たりがあって乗らなくて、その次ですね。かわいい。よし、これも抜き上げますね。ちょっとね、渋い時はこのお助けリングでぜひ皆さん助けられてください。オマール系のカラーですね。まあこの同じカラーでやるよりも、このね、派手めのオレンジ、そしてちょっと地味めのオマール、こういうね組み合わせでやってみるのがいいと思いますね。どっちかで釣れると思います。もう少し大きくなってから帰ってきてもらいます。エギゾーね、非常に刺さりのいいカンナ使ってるんで、リリースもね簡単です。よっしゃ、乗った。ディップがグッと入った感じですね。ちょっとサイズアップかな。あ、今度上の方来た。はいはいはい、ありがとうございます。まあまあ、あのいずれのあたりも全て即フッキングですね。まああの下のね、このティップライン用のエギ単体でやるもよし、二点式でやるもよし、サビキでやるもよしですね。いろんなスタイルでティップラン楽しみましょう。クリッとひっくり返せばリリースできますので、はい、当たった当たったよ。よっしゃ、お助けめちゃくちゃ釣れるのこれ。今のもちっちゃい当たり、ツンっていうあたりにね、今日のアベレージサイズかな、これがちょっとサイズアップかな。このカラーのエギがマッチしてますね。ハマってるオマール系ですね。オマール系の金テープ、これもねちっちゃなあたりでした。ちっちゃな穂先がね、本当にちょっと一瞬プッて震えるような感じのあたりですね。まあまあ、もう全てのあたりをこのソルパラティップランモデルが出してくれますね。あ、これ魚や。柴田さん、魚当たった。え、当たりました。魚当たった。サビキチャンスや。エギに魚がアタックしてきた。こんな時こそサビキチャンス。キジハタっぽい。アラカブ。なかなかティップランでね、魚が釣れるケースは珍しいですね。今日はアコウとアラカブが釣れてですね。まあ、刺さりがいいフックなんで、うまいこと上がってきてくれました。よかった。おっ、来た。魚が。お、魚食った。メガネじゃない？メガネ？量計やん。でかっ。お、シャクメバル釣れたね。ティップランね。ティップランサビキ。サビキ。ウルパラマイクロショアジギサビキの L を上につけて、下にエギゾーの 3.55、ね。下でイカを狙いつつ、上で魚を狙うという。だいたいね、2頭追うものは1頭も得ずっていうけれども、今回は成功しましたね。いいサイズの釣り方もありますね。こんなんもありないね。イカもメバルも両方狙ってください。いいサイズ。サビキがついてるとイカがサビキを嫌うとか、サビキで魚狙ってるけどエギがあるから魚がエギを嫌うとか、そういうことはないんですかね。ないでしょうね。うん、お互いじゃあ邪魔をし合わないっていうことだね。まあ普通にイカも釣れるしね。そうですね、うん、でまあ魚も普通に釣れるし、
空いてたね。えホールですね。ホールで乗ってました。着底と同時にヒット。これがね、釣り番組でいう最後締めの一杯ってやつです。持ってる男と持ってない男のこの差をね、ぜひご覧になってください。やっぱり下の方に来るのはちょっとサイズがいいな。上はやっぱりエギが小さいからちょっと小型のやつが来る。まあ、今回もカズ釣りも楽しめたし、まあまあこれぐらいのね、いいサイズのやつを出ましたし、ぜひね、次は皆さんにキルアップ釣っていただくということで。お、最後持ってる男がやってました。おお。柴田さんはサビキ、ね、下でイカを狙いつつ上のサビキで魚を狙うと、はい、僕は二点式ですね。お助けですね。まあこのオマール系のから、はい、上僕もオマール系です。今日結構オマールよく当たってます、うん、やっぱりオレンジ系オマール系が今回のヒットカラーだったんじゃないですかね。ちょっとピンテープが良かったですね。うん、まあ、テープのカラーにもこだわってほしいですね。はい、締めのダブルヒット。はい、いやよく釣れましたね、はい、楽しかった。よく釣れました。はい、ここらでタイムアップとなるので、はいはい、港の方に戻りましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、まあ、おかっぱりのエギングも楽しいですけれども、ティップラインエギング楽しいですね。まあ、あの小さなあたりをね、こう取ってかけてかけた時のあの重量感、ズシンとくるね、あれをぜひ皆さんにも味わってほしいですね。一度でもね、あれを味わうともうやみつきになっちゃいますね。で、まあ、今回ね、まあ、数釣っていく中でちょっとねサイズアップさせていくような作戦でしたけれども、これからのシーズンはもうやっぱりね1キロオーバー、1.5 キロオーバーっていう大型のねイカが狙えますんで、ぜひね皆さん大型のイカ、それを釣るのはあなたの番です。で、まあ毎回毎回ね、その調子よく釣れるっていうこともまあ正直ないです。だからね、まあそういう時のためにやっぱりね、あの昭和時期サビキ、まあ、ティップランサビキですね、ティップランサビキとお助けリグ、これもね用意しておいてもらった方が安心だと思います。で、今回お世話になったウィンガーさん、園田船長ね、イカのエキスパートです。で、イカのこと、そしてエギのこと、すごく丁寧に教えてくれますので、ビギナーの人でも安心だと思いますので、ぜひね皆さんウィンガーさんででかいか狙ってください。それではどうもお疲れ様でした。メジャークラフトのルアープロジェクト第1弾、ショアジギング用メタルジグ、ジグパラ。その日の第1投目から最後の1投まで 100% の信頼感、これがショアジギングに本気のメジャークラフトの結論。